はい、渡辺真吉です。今回はね、ハードポイントをプレイしたいと思います。マップはニュークタウンで、スペシャリストはバッテリーのキネティックパワーでね、頑張ってみたいと思います。これね、後付け実況でね、これ途中参加でやってみました。はい、頑張るぞ。この時あの DBSR50、 これ今使ってる DBSR50 のね、カメラ迷彩チャレンジ、この時ね、試合スタート前はね、死なずに5キル ×3 回からのスタートでね、でこの試合でスチール1回やったんでね、あの急遽後付け実況のをつけてみました。このプレスト4で録画し、あのプレスト4で録画する場合はね、シェアボタンを2回押しで録画開始されるんだけどね、それで録画してたんだけど、後で試合終了間際にちょっと間違ってね、シェアボタン押しちゃってね、録画してるの忘れて、今から録画しようっていうことをやって、間違ってちょっと録画ちょっと消しちゃったんでね、で残りのあの試合終了間際のシーンはあのシアターの方で再生しながら録画しました。これあのその両方ともね、2本の動画になるんだけど、それは1本の動画にねつなげてたんだけどね、それはあのプレスト4で録画してね、あのビデオクリップの方でプレスト4のビデオクリップに保存してる動画を再生して、で今現在プレスト4の PC の方でね、アマリコ TV の方で再生しながら録画してます。で後付け実況のも同時につけてます。で今回この DBSR50 のね、組み合わせてるサイトのボア3ね、このボア3、DBSR のみね、DBSR50 のみね、リフレックスサイトと、この、今回使用してるこのボア3サイトを組み合わせることができるんでね、そういう点ではとってもね、特殊な仕様になってるんで、結構お気に入りのスナイパーライフルです。この時はちょっと、いつもここでね、室内で、スナイパーライフルのスチールやっていくんだけどね、ちょっと、この時はね、これ室内で頑張ってたんだけど、ちょっとこれ室内ではちょっとスチール取れなかったんだけどね、まあどのポジションで取れたかっていうのはちょっとあの動画を見てのお楽しみっていうことでね、でなのでね、今回の試合でスチール1回やってね、死なずに5キルかける4回まで進んだんでね、あと1回でこの DBSR50 早くもね、ダークマタン無性解除になるんだけどね、で今現在もね、後付け実況もつけてる日時が9月1日日曜日で13時20分頃なんだけど、今現在もこの DBSR50 までダークマタン無性解除になってなくてね、死なずに5キルかける4回の状態なんだけどね、ここでねスチールを取るんでね、このポジションはとってもおすすめでね、他のアサルトライフルとかでもおすすめなんだけど、ロングショットを狙えるんでね、ここね、とってもおすすめです。まさかスチールも取れると思わなかったんで、ここで、ね、今 3キル目、死なずに3キル目、今回サプレッサーと拡張マガジンだったかな、アタチメントはね、サプレッサーも組み合わせてるんでね、今3キル目で、で次4キル目やるんでね、でこのロングの敵さんを狙って死なずに4球目、次やるんで、リロード直後にやるんでね、ロングの敵さん倒して4球目やったと思うんで、これ今やりますよ、死なずに4球目この敵さんね、ここであと1キル、今死なずに4球目なんでね、この瞬間がね、本当にハラハラドキドキでね、本当にね、とってもモチベーションが上がる瞬間なんだけどね、あともうちょいで切れますよ、やりますよ、やりました、スチールやりました。さっきの続きなんだけどね、この試合でスチールちょっと諦めかけてたんだけど、試合も終了間際だったんでね、ケアパケ、一個まりの運転でね。さあ、何が出るかなっていうことでね。ケアパケ、本当にね、とってもね、何が出るかわからないんでね、本当にね、とっても楽しみが多いんで、欠かせません。
この時何が出たかな。 EAV 渡辺舞オンラインでキアパあの H6D 大田7オンライン中でね、この時ドカン決まらなかったのじゃないかな。どうだったんだろう。多分フラジャキで多分キルできなかったもんで、ね、フラジャキつけてたんで、うん、よかったね。この時スチールできて、いつもこの室内とかでやるんだけどね、スチールね。あ、向こうでスチールあんまりやらないんでね。このボア3も結構やりにくいと思ったんだけど、あのリフレックスサイトを試したんだけどちょっとやりにくかったんでね、どうしても命中率が下がるんで。でもなのでこのボア3もリフレックスサイト同様やりにくいかなと思ったらそうでもないんでね、まさかのこのボア3サイトを使ってスチール取ってるんでね、うん、ちょっと2回目のスチールもちょっと狙ったんだけど、でもね、あのダークマター明細解除するときは実況つけながらちょっと録画したいんでね、ちょっとこの時一応スチールは狙ってなかったんだけどね。今ねちょっと実況しながらダークマター明細解除ちょっと狙ってるんだけど、なかなかちょっと苦戦してるんでね、うん、ニュークタウン、カオスモッシュピットのニュークタウンでやるんだけど、カオスモッシュピットがマッチング率低いんで、したのチームデスマッチとかでもやりながらやってるんだけど、なかなか難しいんでね。もうちょいで終わりますよ。できたらニュークタウンでダクマ試せ会議ばっかりしてるんでね、できたらね、あの違うマップでもやりたいんだけどね、コンバインとかね、インフェクションとかね。はい、勝ちましたよ皆さん、コングラチュエーション。今回ね250対146でね勝つことができました。成績ちょっと悪いんだけどね、これね、今回の成績8キル9です。タイム00、防衛0ということでね、成績あの途中参加になったんでね、まあ成績も悪いんだけど、あのスチールが1回できてね大満足してます。あとあの今回使用したのはね、あの DBSR52で、プライズファイターに、バッテリーのキネティックアーマーでね、ニュークタウンのハードポイントをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。